以上で19時の部終了となります。それでは出演者のみんな集合集合集合いただきましたね。はい、いいかな。はい、改めて19時の部終了となります。僕たちはですね、アクターズスタジオ北海道本部スターゲート校というところからやってきました。アクターズスタジオはですね、芸能養成所でして、歌、ダンス、演技が学べるところでございます。卒業生にはトリプル A の西島貴博さん、俳優の三浦春馬さん、そしてですね、先ほど歌い人でカバーさせていただいたリトルグリーンモンスターさんの小林朝日さんなど多くの芸能人を輩出しています。僕たちもその先輩たちに続けるように日々レッスン、そしてライブや CM や広告などのお仕事をさせていただいております。そんな僕たちの今後のライブの情報をですね、お届けしたいと思いますので、じゃあ吉川姉さんお願いします。はい、私たちが通っているアクターズスタジオというスタジオが大通りから徒歩5分圏内のハルコさんの隣のビルのトミービルっていうところの地下1階にあるんですけど、はい、ここで毎月月に2回、スタジオで、ライブを定期的に行っています、はい、それに加えて12月は12月22日に同じくスタジオで、クリスマスライブも行う予定となっております。はい、そしてですね、明日でございます。明日、北の男子ライブというライブにアクターズスタジオを出演させていただきます。場所がたぬき工事にありますモールさんで行いますので、お時間ある方ね、来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして僕たち SNS やっておりますので、そちらの方でライブの告知だったり、あとアクターズスタジオのホームページもございますので、皆様チェックしていただければなと思います。それではちょっと集合写真の方をね、撮りたいと思いますので、出演者キュッとなっていただいて、一人でキュッとならないで、みんなでキュッとなっていっていきましょう。じゃあまずは、右、こちらからいきますね。右からいきます。はい、真ん中いきます。はい、じゃあ左いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。この後ですね、10分ほどですね、こちらの出演者とお話だったり、あとは写真撮影できる時間ございますので、気になった方とですね、ぜひお話だったり写真撮影の方をね、していただければなとすごいかもねすみません、思います。そしてですね、本日ね、ウィークデーライブ17時から始まりまして、こちらのステージでアクターズスタジオのステージ終了となります。本日は長いお時間ご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。